ゲームルールは天使の降臨。3対3で戦い、チーム力がなくなると強力な天使が出現。最後にやられたプレイヤーが天使になります。相手の天使を倒せば勝利というルールです。今回はナレーションをつけてみました。スマブラばりに目まぐるしい攻防が展開されますが、ご容赦ください。では VTR どうぞ。天使の降臨、本日の対戦チームの紹介です。白チーム、車窓ビームネイル、妖精の衛星、ツインベロスの爆投。対する黒チームは訴状インサイト、黒い巨頭、オーワンオワン。さあ始まります。スペシャルご褒美が表示され、レディーゴー。開幕いきなり奇跡波動ビーム、互いの陣営が動き出しました。敵プレイヤーの位置にはグリッドが表示されています。赤くなったら射程圏内にいるということ。射程は神器や行動によって異なります。このステージにはグラインドレールがあります。ひときわ目立つ黒い球を打っているのが黒い巨頭、誘導性が高い。車窓ビームネイルが5151にアプローチ。5151は射撃の方が強い神器。このビームネイルには麻痺属性がついているようです。しびれる5151。そしてここで黒い巨頭が石化。アイテムメデューサヘッドの視線です。しかしおさくさに紛れて車窓ビームネイルを撃破。撃破されると神器の価値に従ってチーム力が下がり復活します。妖精の衛星は超速ダッシュで一気に詰め寄り、5151を撃破。妖精の衛星は最初から混乱属性を持っています。復活した5151は中央の浮島花畑に移動。あっと、そこに追撃をかけるのはツインベロスの抜刀。ボスキャラクターも武器になっています。強引に叩き落として撃破。現在のところ黒チームの方がチーム力が低くやや劣勢か。いや、ツインベロスの抜刀が5151に逆襲され、ここでタイに。訴状が逃げる、車窓が追う。ここで透明化を使います。バレていないか。バレていない、バレていないようです。やり過ごしました。さらにグラインドレールで逃げる。訴状は距離を空けた方が有利です。あー、しかししっかり捉えられていたようです。車窓の足の速さで追撃されています。グラインドレールは行く先が読まれてしまいます。甘くはなかった。互いのチーム力はもう限界。チーム力がなくなると天使が降臨します。そう、天使を倒したチームの勝ちです。ここで車窓ビームネイルが暗闇を受ける。一時的に真っ暗だ。さあどうなる。なるほど、真っ暗なうちに超速ダッシュを使って逃げていたようです。ここで訴状インサイト、なんと死んだふり。この手があった。死んだふりを使って逃げます。訴状で逃亡人生。そうしている間にコンボを受けるのが妖精の衛星。妖精の衛星やられた。チーム力がゼロになったので妖精の衛星がピットになります。チーム力のゲージがご覧の天使の体力に変わります。武器は新旧シルバーリップ。超速ダッシュを使って逃げるものの、これうまく使えていない模様だと。ここで奇跡爆炎を使います。体力を奪い5151を撃破。5151もブラックピットとなります。さあ両チームの天使がついに出揃った。ピットは毒を受けているようです。両軍天使を守り、相手の天使を撃つためにひときわ激しい攻防が繰り広げられています。訴状インサイトが透明になったままズーム狙撃を狙っているようです。ピットを狙っています。ヒット。奇跡の支援が続き画面も賑やかです。ここでブラックピットに車窓のコンボ。あー、しかし黒い巨頭にやられました。チームメイトがやられても天使の耐久力が下がるんです。しかもピット燃えている、燃えている。燃焼は耐久力を削ります。もう虫の息か。さあ一気に決めたいブラックピット、中央の花畑に逃げ込んだ。それを追うのは車窓ビームネイル。ブラックピットが高台からピットを狙います。なビームネイルがここでカット。コンボが決まった。これは落下だ。大逆転。ブラックピットの落下により白チームの逆転。勝者白チーム、フィニッシュは車窓ビームネイル。スペシャルご褒美の弱体ウイルスは車窓ビームネイルの手に。さらに神器激剣マルチシューターをゲット。ここで時間が来たようです。それでは皆様さようなら。